エボシガイは、固着性の甲殻類の一種。満脚類に分類される。流木などに付着し、海面を漂って生活する。体は5枚の白い殻板に覆われた、頭上部と殻板のないつ下部からなる。殻板は白くて表面は滑らかだが、成長線と呼ばれる筋がある。頭上部の大きさは2トルから5トルほど。殻板の中には、他の満脚類と同じく、 満脚がある。つ部は肌色、ベージュ色で細長く、長さは個体によって異なるが、10センチメートルを超えることもある。またつ部は伸縮するため、時には30センチメートルほどにまで伸びるとされる。流木などの漂流物や船底に、集団で付着して生活し、全世界の海洋に広く分布する。漂流物と共に海岸に流れ着き、 漂着物として採集されることもある。満脚を用いて、小型のプランクトンを食べる。死有動態だが、自家受精はせず、陰形を通じて、他個体に精子を渡して繁殖する。節足動物門、甲角アズナの一群である満脚類に分類される。満脚カズナは三つの上目からなるが、エボシガイ類は、富ジツボ類と共に、カンムネ上目に含まれる。 カンムネ上目はさらにツカブを持つ、夕柄目と持たない無柄目に二分され、エボシガイを含むエボシガイアムクは前日の通立株を持つので、夕柄目の一群である。本種はその中でも、エボシガイかエボシガイ属に分類される。エボシガイ属には、本種の他に、同じく漂流物に付着するカルエボシなどが含まれる。エボシガイかには、 エボシガイ族以外にもツノ族が含まれ、クラゲに付着するクラゲエボシ、ウオジラミ類に付着するスジエボシなど様々な生態を持つ種が含まれている。同属種のカルエボシ。和名は頭上部の形がエボシに似ていることから。エボシガイ族の学名、リッポウス若さがをさすギリシャ語で、リンネがこの仲間をカイ類とみなしていたことに由来する。種商名アナタフィラはラテン語で、 カモを産むという意味。同族のカルエボシの種商名アンスリフィラもガンを生むという意味である。これらの名前は中世ヨーロッパでエボシガイ類がガンやカモの卵であると信じられていたために名付けられた。この仲間を英語でグースバーナクルと呼ぶのも同じ名神に由来する。ありがとうございます。